岡山市内で行われた練習には、今月就任した大森勇新ヘッドコーチや、昨シーズン B3 優勝を果たした岩手ビッグブルズからの新加入で、今シーズンキャプテンを務める高畠圭介選手らが参加しました。今日はチーム全員が初めて顔を合わせ、シュート練習など軽めのメニューで調整しました。トライフ僕はも応援したいと思ってもらえるようなチームになれたらいいなと思うので、なろうとすることによって、B2 昇格っていうのが見えてくると思うので、そういうチームを自分としてもチームとしても作っていけたらいいなと。優勝というよりかはもうとにかく B2 に昇格、岡山の方々にこうバスケットを通してやっぱりこう元気を与えれるようなチームになればいいかなというふうに考えています。昨シーズンはプレーオフで敗れ B2 昇格を逃したトライフープ。10月から始まる新シーズンでは再び B2 昇格に挑みます。